接近して手を合わせ、そこから激しく打ち合ったり、関節を決めたり、危険な技もいっぱい。実はこれ、沖縄空手の垣根という稽古法なんです。沖縄少林流弓道館の比嘉実先生、少林流は首里手の流れ、松濤館流のご先祖とも言えます。もう一人は沖縄郷中流の比嘉女森尾先生、郷中流は那覇手の流れです。今日は中達也先生と一緒に沖縄空手の垣根を教えてもらいましょう。これ少しじゃ剥がします。これは水を注ぐんで、ところで自分で誘導します。こうしてこっちまで、はい、こうしてそしてこうして動きます。これがついたら、一回ついたらこっち隙があるんですよね。受けますでしょ。隙って突くんですよ。それ受ける上だらまた隙ある。隙たくさんあるんですよ。空いてるところ、空いてるところです。空いてる、これ空いてるところは突けるところ。こっちが、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 こっち
はいはい。吐き込みなんです。はい。はい。最後掛けって、はい、最初押したり引いたりの技なんですね。はい、はい、どうぞ下に行く。掛け、はい、どうぞ。はい、この足がですね、この階段って言いますね。はい、はい、前足。はい、はい。で呼吸はね、見せないですね。静かにやる、鼻で。三鎮は呼吸ですよ。こう聞こえるんです。これは接近してんだ呼吸は全然感じない。ただ静かに。はい。最初はこう固定して、この動くんですよ、動いて。すごい抵抗して。で目閉じてもできるようにこう、すぐ肩が、で足飛ばないように、しばらくこうして指を、わあ、あと肩の動きとか、投げとこう、はあ、で僕も裏切りしたら、もう受けてこう、反対のまた逆を、足かけること。いろいろ技を応用し、またやるんですよ。こうで目閉じてもできるか。はい、蹴ったらこう。そういう連続掛けって言うんですね。終わらないんですね。どん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 下がっていく。うっちぇ引いてって言うんですよ。はい。うっちぇ引いて。うっちぇ引いて。終わりがない。あ、はい、終わりがない。続けてずっとやるって。はい。そうですね、我々投げれたらまた投げた時の相手の足挟みの時があるんですよ。はあ。五十の組手だと言って。はあ、これは出勤しないで。その技近くない。はい。撃砕第一って。はい。押して第一から借りて。はい。そこのところですね。はい。そうそうです。ここブロックしてますね。これが足技みたいな。ここ取ってます。はい。あ、本当。はいはい。はい。わかりました。そうです。はい。とても別の。はい。思想中。こうですか、はい、はあ、あの相手の右足殺してというね、殺してということはね、はい、こうやりますね、はい、これをこう、これは生きるからね、これは支えるはい、こう起こしてる、これは肩ってあれ基礎であるんですね、はあ、あの思想中に勝てるんです、はい、でこれが掛け合いって、こう連続して延々と色つくんです。はい、うん、技は。あてがこう来たらこう返す。返したらまたこう来る。決まるんだ。あいつも動きてる。だから本当の動きは接近してんだから。これは目閉じてもできるわけです。肌で相手を動き見なさいと。例えば上段を受けて、さっき昨日説明したら、
上段切れば、はい、ここに入りますね、はい、で中段で言えば、今日だけほらそこに入りますで、下段で言えば、今剥がしてそこに外してつけるもうここで稽古する肩を落とす肩をこう、こう肩をちょっとかっぱい締めないと起きられる、はあ、よかった。3日の連撃ロープ、はあ、すごい技術体系ですね。全部がこっちから、はあ、じゃあそのまま今やったことがまた肩に振りとかできますし、で肩の分解もできるし、全部が、ね、また裏技もあるんですよ。例えばね、僕はこう裏剣やりますね。裏剣さん、これ裏技です。相手が左足切ったら持ってきそう。この足にかける。足は動きで、まずは肩を動くと思います。永遠と潰る。だからさっきのだ、そこをついて、こう、針も入って、こう、こう、すぐ。これ永遠と潰る。か、それが折るっていう。先生、つく。ことないですよね。作りだったら、はい、そっちの方が早いですよね。流祖がうちの先生も言ってたから、柿が本来の組みたい、組みたいと言うんですね。だから人間はついたけど、先やりましたけど、はい、あれすぐ書ける。いやー、びっくりしましたね。こういう稽古が琉球王国時代から伝わっているのだと思うと、ロマンを感じますよね。こんな空手があったのか、驚きと笑顔があふれる黒帯ワールド。明日は誰に会えるかな、お楽しみに。